パリオリンピックに行った友人からの画が届きました。どうぞご覧ください。競技中のオリンピックの街中の様子です。凱旋門です。普段は両脇に車があふれます。ヴィトンのお店はヴィトンバッグのようです。多くの人が競技場に向かいます。石造りのアパートです。古くて美しいです。パリの街中を流れるセーヌ川です。今日は水かさもあり、だいぶ濁っています。昨日は雨が降ったとのことです。ここは選手が食堂に入る道です。